みんなの心にググッと群馬帝国。どうも群馬帝国民です。群馬帝国民 TV へようこそ。本日はタイトルにある通り N ノーズを購入したので実際にやっていきたいと思います。皆様お久しぶりです。群馬帝国民 TV はね、久しぶりの配信になります。本来群馬帝国民 TV では群馬県関連のことを発信するチャンネルなんですけど、今回は群馬県とは全く関係ない N ノーズを紹介していきたいと思います。しばらくね動画上げてなかったんですけど、今撮ってる撮影してるカメラね、 GoPro が11になりました。なので今回ね11ではね初の録画になっております。だから編集するのが楽しみです。そして N ノーズとは、はい、こちらですね。こちらが N ノーズです。テレビ CM もやってるのでご存知の方もいると思いますが、線虫を使ってガンを早期発見する方法です。それがこれ、購入しました。そしてね、なんでこれをあげようかと思ったかというと、最近ね身近な人がガンになったりガンで亡くなったりしてるんですよ。なので私も一旦ね検査して安心したいっていうのがあって申し込みました。さらには私のねチャンネル登録をしてくれてるね皆様もこれからずっと元気でいてほしいので、この動画を見てねやってみたいって思った方はねぜひ申し込んでみてください。ではね、このね N ノーズどうやって始めるかというと、まずはインターネットで N ノーズって検索してみてください。で N ノーズって検索するとトップに N ノーズの公式ホームページが来ます。それをまずクリックしてください。するとこんな画面が出てきますね。右上にすぐ申し込むっていうのがあるんですけど、まずその前に説明していきましょう。はじめまして、線虫です。がんは治る時代でもそうなってないのはなぜでしょうか。世界初がんのリスク早期発見サービス、線虫 N ノーズ。サービス開始から25万人が受験。国内国外で22の関連特許を取得。全国の大学附属病院をはじめ全国海外25の研究機関と共同研究をしております。これがね今話題の線虫くんですよ。で N ノーズなんですが、検査後も安心のサポートがついている安心アフターサービス。ハイリスク判定が出た方はご安心いただくために専門スタッフが次のステップに向けたご提案をさせていただきますということで、手厚いサポートがついてるみたいです。なぜこの検査が必要。がんは早期発見で5年生存率が格段に上がるのに、既存のがん検査ではそれができていないからですって線虫くんが言っておりますね。ステージによる5年生存率の比較、ステージ5の場合は肺がん 7%、 胃がん 6%、 大腸がん 23%、 乳がん 38%。 しかしステージ1の場合は肺がん 85%、 胃がん 98%、 大腸がん 98%、 乳がんは 100%、 生存率がね上がるということですね。だから早期発見が何よりも大切。しかしこれまでのがん検査では早期発見が難しかったのです。その問題を解決するために N ノーズは開発されました。はい、なぜ早期発見が難しいのか。日本人はがん検査の受診率が低く、既存のがん検査では早期発見の観点では十分ではないからです。世界のがん検査受診率、日本は先進国の中で最低レベルの 43.7%。 がん検査を受けないと早期発見はできません。がん検査の現状、5大がん検査、バリウムと内視鏡ですね、 PET-CT 検査、それと腫瘍マーカー。腫瘍マーカーは感度が低く、早期がんの発見には効力を発揮できないと言われている。 PET-CT 検査、金銭的な負担が大きい、一般的に10万円もする。気軽に受けられて早期発見につながるように開発されたのが N ノーズ。線虫 N ノーズの特徴、少しでも早くがんのリスクを検知し助かる命を増やすために開発されました。全身15種類のがんのリスクが調べられます。反応が確認されているがんの種類、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、膵臓がん、肝臓がん、前立腺がん、食道がん、卵巣がん、胆管がん、胆のうがん、膀胱がん、腎臓がん、抗がん、咽頭がん。がんの種類は特定できませんと。だからどっかのがんになってるよっていうのが出るってことですね。ステージ1の早期がんにも対応しておりますだそうです。しかもこれ自宅から尿を送るだけでいいんですよ。日時を決めて病院に行く必要がない、これはありがたいですね。しかもバリウムを飲むなど身体的に負担がかかんないと。だから血液も抜かないし、バリウムも飲まないし、内視鏡も入れないと。それで分かっちゃうっていうことですね。そして検査後も安心のアフターサービス、 N ノース、安心アフターサービス N ノースを受検します。検査結果が届きます。
リスク判定高いの判定が出たらオンライン相談を予約できます。看護師をはじめとする専門スタッフが検査結果に関する疑問にお答えします。そして価格なんですけど13,800円、めちゃくちゃ安いんですよ。ここにも書いてあるんですけど、一般的な全身総合がん検診の平均価格は男性で225,000円、女性の場合は241,000円、それがたった13,800円で済む。これはお得ですね。で、なぜ線虫を使うのか。線虫っていうのは健常者の場合は寄っていかないんですって、尿を垂らした時に線虫が。でもがん患者の場合は尿をポチって出すと線虫がビーって集まってくると、これでがんかがんじゃないかが分かる。検査の手順、このウェブサイトから検査キットを購入、すぐ申し込むを押して 13,800円税込みからまずこの検査キットを購入します。そうすると検査キットが届いたらマイページ登録が必要です。で、自宅に取りに来てもらうか、それとも自分で指定された場所に持っていくかですね。そして4週間後郵便とマイページで結果がお知らせされると。だからね、時間が取られなくて簡単にがん検診ができるんですよ。はい、そしてね、実際に届いたキットがこれですね。まずこのウェブページですぐ申し込みをして、名前、住所など必要事項を入れてね、このキットをまず購入します。すると7日以内にこれが届きます。キットが、私の場合は3日で届きました。そして実際にキットが届くとこのようなチラシが入っております。検体提出予約番号とアクセスキーが右上に入ってますね。ここに採尿は食後4時間以上空けてください。以下の場合は検査に影響を及ぼす可能性がありますので避けてください。体調が優れない、疲労が激しい、長期の睡眠不足、感染症にかかっている、アルコール摂取時、アルコールの影響が残っている場合、妊娠中、生理中はダメみたいですね。で、まずこれが届いたらマイページ登録、そこに進んでってこのね、予約番号とアクセスキーを入力してマイページを登録するんですよ。そうすると検体の提出方法を選ぶんです。所定の場所に持っていくか、自宅に取りに来てもらうパターンの2パターンあるんですけど、あのね、群馬県民の方はなんと所定の場所が県内にないんですよ。なので自宅に取りに来てもらう必要があります。だから所定の場所がね、ある方だったらね、自分で持っていけばいいんですけど、群馬県民はもう来てもらう一択の B ですね。で、持ち込む場所はウェブページより確認できますので、持ち込みたいって方はね、場所をそこで確認してください。私と同じでね、指定場所がない田舎に住んでいるっていう方、その方はね、来てもらうしかないです。で、来てもらうには別途2,200円、全国一律かかります。だから2,200円プラスしなくちゃいけないですね。自宅に取りに来てもらう場合、検体検査袋、同封物見ていきますか。ちなみにね、検体提出予約は1ヶ月以内を推奨しておりますと書いてあるので、これは守った方がいいですね。1ヶ月以内、まあ来たらすぐやれってことです。本冊子1ページ右上のさっきの番号とアクセスキーを入力、そして自宅に取りに来てもらおうを選択して、地域日程を選択で、クレジットカード決済して完了です。採取当日の注意事項、食後4時間以上空けて中間尿を採取してください。出始めと出終わりではなくて中間のことです。で、量はこのチューブの8分目まで入れてください。そして冷凍保存をしてください。だからこれに出したら冷凍保存するってことですね。最長7日間冷凍保存期間です。出荷当日または前日の採尿を推奨しております。鮮度が大事みたいです。で、完全冷凍してなくても OK だそうです。だからやって冷凍庫にまず入れようってことだね。採尿当日の注意事項、ジップ付き透明袋にチューブを入れます。検体提出袋に必要事項を記入して封入して速やかに冷凍庫で保管します。出荷スタッフがお伺いしたら、冷凍保管してある A、 これですね、これをお渡しくださいと。はい、わかりましたと。で、注意事項なんですけど、まずこれが届いたら皆さんすぐ登録した方がいいです。なぜかというと、取りに来てもらわなくちゃじゃないですか、我々は自宅に。その登録なんですが、いつでもいいわけじゃないんですよ。いつでもいいわけじゃなくて、なんか指定されてるんですよね。この日とこの日だったら大丈夫ですよみたいな。なので私の場合は最短で入れてもね、2週間後でした。もしね、そこを逃してしまったら1ヶ月以上経っちゃうじゃないですか。だから皆さんね、これが来たらすぐ登録した方がいいです。特に群馬県民の方はね、自分で持っていくことができないので。で、さらに
一律2200円で5人まで OK なんですよ。なので家族がいる方はもしね全員やる場合2200円で5人分持ってもらえるので少しお得になります。1人でやる場合はこのキットプラス2200円なんですけど、ご家族でやる場合はキットもう1個じゃあ奥さんの分があってキットを買ったとしましょう。そうするとキット2つと2200円で2人分持ってっていただけるので少しだけお得になります。このようにせっかくだからね家族の健康を考えてもいいのではないでしょうか。以上がねエルノースの紹介となります。意外と簡単そうでしょ。意外と簡単ですよね。私もねやるまではめんどくさいだろうなって思ったんですけど意外と簡単そうでよかった。ぜひ皆様もね健康管理のために私と一緒にやってみましょう。特に私のチャンネル登録してくれてる人たちはね。他にも群馬帝国民 TV では群馬県の名産名物名所などを紹介しております。またやってほしいことがあればコメント欄にね気軽に書いてみてください。で概要欄で群馬帝国民グッズ販売しております。この群馬帝国民 T シャツだったり缶バッジだったりこのマスクだったり、なので群馬帝国民のあなたはぜひご購入よろしくお願いします。ではまたこのような動画を上げますのでぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。結果もねもしかしたら報告するかもしれません。気になっている方はコメント欄に結果教えてって書いてください。ではまたバイバイ。皆様ぜひこのマークを見かけたらポチッと押してチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしく、このマークを押してチャンネル登録をしてください。そして高評ボタンもよろしくお願いします。では群馬帝国民 TV でした。バイ。